今日は、茂原市の中心街を歩きたいと思います。この辺はシャッター商店街で、ほとんどやってるお店はありません。茂原市というのは九十九里の中核都市と言われていまして、割と人口の多い都市です。結構この茂原市の中心街というのか、こういう古い建物がいっぱい残されてまして、主に多分商店街はもうほとんどシャッターが降りてますけども、郊外型のショッピングセンターの中に店舗を移して、で、お店は倉庫利用のような形で、使ってんだと思います。なんか煙突が見えますね。煙突かもしれません。ちょっと近くへ寄ってます。桜湯。お風呂屋さんですね。教会ですね。茂原商店協会。結構ここは、建物自体が、確か文化財指定されてます。結構時代の経った木造の建物です。1933年9月21日、登録有形文化財。いい建物ですね。中のステンドグラスが見えますね。美しき誘惑。表具屋さん、渋いですね。この辺は結構古い建物がいっぱい残ってます。ちょっとワイルドな感じの瀬戸物屋さんがありますね。建物がかなり老朽化してる。こんにちは。ああ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。黒糖だって。食べたい。ありがとうございます。それで、あと500円です。はい。何個でもいいよ。ありがとうございます。
とさっきは、うん、鈴木本町、うん、それと山の内、うん、の全部やってないんだ病院で、病院でやるの、うん、あ違う、あやんないとこもある。本当に店も全然やってなくて何にもないとこなんですけど、でも結構映像映えがするというか、結構いろいろ写真やこういう動画に撮ってみると面白いところです。パソコンのジャンクの置いてるお店です。昔ここはアーケードがかかってたんですけど、10年ぐらい前でしょうかね、老朽化で外されてしまいました。廃墟になってんでしょうかね。ツタに覆われてますね。